どうも、ザキラブです。今回ですね、こちら、セブンティーメイ、マイモウォッチ R を入手したので、レビューしていきたいと思います。セブンティーメイといえば、爆発的ヒットを飛ばした、シャオミのミーウォッチシリーズの製造者として有名です。マイモウォッチは、セブンティーメイが独自に展開するスマートウォッチブランドです。今回のウォッチ R については、実は独自ブランドとしては2作目に当たりますが、前作は若干微妙な評価だったのに対して、ウォッチ R ではミーウォッチの兄弟機とも言えるレベルまでクオリティアップをしています。実際にしばらく使ってみた感想をご紹介していきたいと思います。はい、というわけでデザインの方を見ていきましょう。マイモウォッチ R の一番の特徴はデザインでしょう。パッケージのデザインにもあるように、ベゼルに特徴的なステンレスパーツを使用し、シンプルながらユニークなデザインをしています。本体ケースはプラスチックが使われていますが、しっかりと表面処理がされ、脂肪感があります。安っぽいプラスチックではなく、ガラス繊維も混ぜられているので、見た目と質感が良いと思います。ケースサイズは 46.5mm、厚みは 10.8mm と、スマートウォッチとしては一般的なサイズ感ですかね。本体重量は 44g になっています。ストラップは一般的なシリコンバンドですね。真ん中にうっすらとライン状のパターンが入っています。付け根部分にはマイモのロゴも入っていますね。全体的にエントリー帯のスマートウォッチらしい品質ではあるんですが、価格以上の企業努力を感じます。前作のマイモウォッチがどっからどう見ても ODM を受けたであろう汎用的なデザインだったのに対して、今回のウォッチ R はしっかりとセブンティーメイがデザイン段階からプロダクトしていると思います。入ったわけで実際に着用するとこんな感じです。どうですかね ?1 万円以下のスマートウォッチとしてはだいぶかっこいい部類だと私は思います。ステンレスベゼルがかなりかっこいいですね。安っぽい中華スマートウォッチと比べて明らかにデザインコストはかかっているなというふうに感じます。ディスプレイは 1.3 インチの TFT 液晶です。有機 EL ではないのが残念でありますが、輝度がとても高いので見やすいと思います。残念ながら自動調光には対応しておらず、手動ですね、5段階の輝度を選択することができます。有機 LED ディスプレイに慣れていると、ちょっと差を感じてしまうところかもしれません。ウォッチフェイスが豊富で100種類近く用意されています。ミーウォッチに収録されていたものも多く収録されていますね。サフィールウォッチでは文字盤の少なさが不満点でしたが、ウォッチ R のバリエーションは満足いくレベルだと私は思います。写真をアップロードし、独自のウォッチフェイスを作成する機能もついています。またユニークだと思ったのは、写真に様々なエフェクトをかけてカスタマイズすることができます。鉛筆画風だったり、抽象画風だったりと多くのエフェクトが用意されていますね。いろいろスマートウォッチを見てきましたが、この機能は初めて見たかもしれません。また画像から自動でフェイスパターンを作成する機能もあります。OPPO でいうところの AI ウォッチフェイスですね。はい、こんな感じです。画像の色や形状などを自動で解析して様々な抽象的なパターンを作成してくれます。さっきの画像からなぜ導き出されたのかよくわからないパターンが多いですが、まあこんな感じで組み合わせて自分だけのウォッチフェイスを作成することも可能です。全体的に UI がとても洗練されたデザインになっています。さすがはミーウォッチやダッシュカムなどで OS を担当しただけのことはありますね。シンプルながらフォントやデザインマージンなどはしっかりとしています。安っぽいスマートウォッチだとフォントがガビガビだったり、要素ごとの隙間が全くデザインされておらず、UI からチープさが漂うんですが、マイモウォッチ R の UI デザインはかなり高い水準にあると私は思います。全体的にシンプルではありますが、グラフィカルで整った UI でかなり好印象です。UI 自体は洗練されているんですが、動作感はいまいちパッとしませんね。結構もっさりとしていると思います。1万円以下であればまずまずとも言えなくはないんですが、ミーウォッチを作ったメーカーというセルフハードルが高すぎるように感じますね。はい、こちらがミーウォッチですね。ミーウォッチと比較するとその動作感は雲泥の差がありますね。ていうかミーウォッチの動作感の軽さって最近発売されているスマートウォッチよりも動作が軽快なんですよね。これと比べられるというのがかわいそうではあるんですが、同じメーカーながらなぜこんなにも差が出てしまうのか、この辺はディスプレイやメモリなどのハード的な部分の差があると思います。 UI を含めて日本語にしっかりと対応しています。通知も日本語が使えるんですが、なぜか一部の文では視覚に置き換わってしまいます。難読漢字などならわかるんですが、一般的な漢字も潰れてしまうこともがたまにあります。これは一体何なんでしょうか。健康モニタリングはかなりシンプルで、心拍数、睡眠、ストレス、SPO2 と一般的な機能は揃っているんですが、常時測定に対応しているのは心拍数のみです。 SPO2 については睡眠時のみ自動測定なのと、ストレスに至っては手動のみという潔さです。
ちょっと最近のスマートウォッチとしては寂しい感じではありますよね。睡眠ログで取れるデータは結構シンプルですね。睡眠の分布や SPO2 を設定していると平均値も表示されます。 SPO2 はざっくりとしかわからないので、データとして意味があるかはちょっと疑問です。ワークアウトは約116種類から選択が可能です。個人的にそんなに数はいらないと思ってるんですが、エントリーウォッチながら上位グレードと同等の水準を備えています。また今回私が入手したのは GPS エディションです。この価格で GPS を備えているのは実は結構すごいと思うんですが、肝心の精度の方はどうでしょうか。ウォーキングにて検証してみました。まず GPS の測位速度は結構待ちますね。高い建物が多かったので10秒ほど待ちました。実際に使用していて、停止時の自動停止機能がやけに過敏に反応するなと思いましたね。歩き出せばすぐ復帰するんですが、5秒ほど静止するとすぐ一時停止が効きます。この辺は好みかもしれませんが、設定からオフにすることができます。で、実際に測定した結果がこちらです。ちょっと地図の方は見せられないんですが、思ったよりも精度がいいんですよね。同価格帯の無名の中華スマートウォッチだと盛大にルートがぶっ飛んだりするんですが、そういった機能的な破綻もなくしっかりと取れています。はい、というわけでマイモウォッチ R の感想としては、悪くはないんだけど、といった感じですかね。価格を考えればすごく頑張っているんですが、一番のハードルは自らが生み出したミーウォッチとサフィールウォッチという圧倒的なコストパフォーマンスを備えた上位機種がいる点でしょう。まずミーウォッチと価格グレードでは一つ下になるんですが、どうしてもそれと比べてしまいます。あと数千円足せばミーウォッチが買えるという状況で、あえてマイモウォッチ R を選ぶ人はあまり多くないんじゃないかなというふうに私は思います。こうやって並べてみると、マイモウォッチ R がデザイン的に勝っているような感じもするんですけどね。で、ミーウォッチはシャオミのサプライチェーンやマーケティングを使えるので同等の水準を出せないのはまあ理解ができるんですが、セブンティーメイが自ら生み出したマスターピースサフィールウォッチを超えられないのはいかがなもんでしょうか。逆に言うと、サフィールウォッチほどのプロダクトを独自に展開することができるはずなのに、なぜマイモウォッチになった途端に迷走しているのか。せっかくミーウォッチという名品でセブンティーメイの技術力に注目がされている中で、こういった微妙なプロダクトを自社ブランドで展開しているのは本当に良くないと私は思いますね。現時点でディスプレイやセンサーといった部分の調達がマイモとしての課題なんじゃないかなと私は分析しています。ただ今回のマイモウォッチ R に関しては OS の UI デザインの完成度の高さとデザインの作り込みやセンスといった部分にはかなり期待値が上がりました。スマートウォッチファンならばこのブランドにはしっかりと注目をしていきたいところです。はい、というわけで今回こちらマイモウォッチ R の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃればチャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。